おっと、これはおそらく敵なのか。敵は待ってくれない。後ろを取った。おいー、上杉人間。あー、上杉人間、上杉人間、上杉人間。だって上杉人間さんってあれですよね、はい、マイクラですよね。あ、そうですね、もともとマイクラでしたね。そうですよね、はい、すごいな。何年目なんですか。今年の夏とかで多分3年とかですね。うわ、長。いやいやいや、すごいな。僕なんかちょうど2年目ぐらいですよ。1年しか経ってないですけど2年目ですね。早いっすよね、はい、マジで。もうなんかなんて言うんだろう、まあ振り返ればいろんなことあったっすけど、はい、1年があっという間っすもん。もうえみたいな。早いっすね。なかなか行けないですもん、そんな早く。早く行けない。いや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 、あの早く行けないですか。いや、早く、割と早い方ですけども。何を言ってるんだい。何を言ってるんだい。何を言ってんだ いきなり。あ、開幕。あ、はい、開幕ね。あの早く降りれない。あ、そうなんだ。そうそうそうですね、割と早めですね。これ屋根にいないですか。屋根、自分とこいないんですけど、ちょっと見ますね。屋根にいると思うんだよな。いや、屋根にいない。うわ、中にいた。中にいた。なんだこいつ。サメがいるよ。あ、後頭部出してんじゃねえよって。どこにいたんだあいつ。まさか人間。おう、ミニシン大丈夫ですか。大丈夫です、ミニシンいらないです。ペニシリン欲しいです。ペニシリン。ペニシリンってなんすか。ペニシリン、なんか、あ、ま、え、なんかシリン欲しい。なんで、なんですかって、なんですかで反応したんですか。ペニシリンって言っても反応しないのに。ヤガリなのかな。あれ、いつものマスク人間さんのあの挨拶やってくださいよ、あの例の。え、ありますよ、俺そんな。あれやってくださいよ、あれ好きなんですよ。え、なんすか、なんすか。え、俺そんな挨拶ないっすよ。え、挨拶。どうも皆さんこんにちは、うま先人間で、シュッってあるじゃないですか。いやいやいや、それなんだろうな、魔法、あれですよね。魔法。こんなの名前みたいになっちゃってる。魔法ちゃん元気かな。譲りますね、そいつは。回復してもらって。オッケー。ミニシリン渡します。ペニシリンちょうだい。ペニシリン。ミニシリンはある。ペ、持ってる持ってる持ってる。ペニシリン持ってないんで。あ、来るか、あいつバカ、あのバカ。バカかよ。ちょっと左のやつやってきます。やった。ナイス。まだなんか畑の中に2人ぐらいいます。畑の中に2人。見て、ちょっとサクサク。ネギ泥棒、ネギ泥棒。滑舌が悪いんだけど。ネギ泥棒だよこれ。ネギ泥棒、泥棒。あ、1人やりました。は、あ、違う違う違う、それ僕です。あ、そうか、そうか、ごめん。どこだ？ナイス。あれ？あれ？なんか いましたね。うん、なんかいたよ。やっぱ行っちゃった。あ、ショートした。あ、いますね、普通に。どこに？この家の2階にいます。あ、下降りました。24しか。あ、また飛んだ。上がった、上がった、上がった、上がった。ダメだ、全然当たんねえ。帰ってくる、帰ってくる、帰ってくる、帰ってくる。なんだこいつ。なんだ、なんだ、なんだ。危ない、なにこいつ。別パ。あー、いいね、いますね。え、違う、なんか。え、ナイス。言ったから、くる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 。来ますね。了解です。あー、くる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 。あー、やばい。やばい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 。うわ、後ろ。来た来た来た。なんだあいつ戻ってった。後ろから来てる、後ろから。じゃないと本当に。ちょっとちょっと後ろからあなた来てる、あなたが、あなたが来てる、ほら。偽物が来てる。これ偽物ですか。偽物でもない。危ない、来てる来てる来てる。やばい、こいつマジでもう本当にやめて。頼むて。やば。ワンパンの匂い。なんで俺しか狙わねえんだあいつ。下のやつ狙え。あ、ワンダンです。やばい、それは。うろ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 してんな、本当に。犯罪者の匂いがすごいな、こいつ。ああ、格殺やめろよ、まず。バカ。お前本当ひどいな。ほんとごめんなさい。ダメだな。当たれ、弾全然出ねえな、これ。本当に中国産か、本当。武器に怒ってる。嫌いなんだこれ。ナイス。そういうこと。あ、じゃあうますぎ人間さん、ちょっと実況聞きたいな。いやー、振ってくれると思ってましたよ。まあ、いいっすか、聞いちゃって。プリッツ実況うますぎ人間なので。うますぎ人間。はい、ということで今回も始まりました、ボクシングチャンネルさんの実況を務めさせていただきましょう。プリッツ実況うますぎ人間と申します。よろしくお願いいたします。田中さん、あ、すいません、あのプリッツ実況うますぎ人間です。すいません、田中は入れない。いや、すいません、はい、緊張しちゃって。ちょっと山本さん、緊張します。プリッツ実況うますぎ人間なので
はい、すいません、ちょっとまずちょっと気になった点がありまして、最近そのバナナのスキンもよく使われていらっしゃいますけども、はいはいはい、これはなんか意図があったりするんですか、なんかバナナが好き。そうですね、やっぱり最近の日本では少子化問題が懸念されていますので、やっぱりバナナ使った方がいいのかなっていう方向性の、ね、あのそうですね、確かにバナナ使うべき、それは間違いないんですけども、はいはい、バナナ違いと言った方が正しいんですけど、ね、バナナ違い、いや別に僕あの僕から言ったわけじゃないので、これは僕さんが今振ってくれたのでの僕が出しただけ、ただそれだけなので、それは一言で言うとバナナ違い。なるほどなるほど、それがバナナを使う。動画できねえだろこれ。もうすぐ人間。でまあそれでですね、このバナナなんかこう微妙に。なんでプレイしてるあなたが言葉が詰まるんだよ。あの微妙にちょっとこう。喋ってもらって構わないからもう。ちょっとだけ微妙に。ちょっと待って、これちょっと危ないよ。はい、これちょっと静かにしてた方がいいやつですね。おっと、これはおそらく敵なのか、どうなのか、バナナ対バナナ2対1。やばい、ミスった。これ、セキンさんちょっとかましていく。しかし敵は待ってくれない。ミニポーションを目ん玉にかける、まるで目薬をしているのかという。危ない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 、おー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 、実況終わっちゃう、ごめん。ナイス、あと一人、後ろを取った、ここで決めていく、ボクシング選手8キル、ふぅー、さすがの一言。普通の実況になってるじゃん、なんか。おっと、ここでバナナにシミが出てきた、これはもうすぐ食べ時なのではないか。食べ時じゃないか。バナナが食べ時ということで。何喋ろうとしたんだっけ。我々はちょっとね、あの噛みすぎ選手権だね、噛みすぎ人間だね、これね、噛みすぎ人間言っちゃってますね。ちゃんと噛みすぎ人間しようかな。噛みすぎ人間、噛みすぎ人間、噛めでどうすか、噛めすぎ、ちょっと何ていうか、実況してください。はい、ということで、はい、そうですね、残り6人になったので、うん、今ここはやっぱ10キル目指したいなというところなんですけども、うん、はいはいはい、ボクシングさん結構そのビクロの数とか割と出してるじゃないですか、そうですね、日本一になってたりとか、ね、やっぱ10キルとかも結構取られてると思うんですけど、はい、10キルを取るコツというか、あんまり取れやすいものではないと思うんですよ、10キルって。元日本一の教える10キルのコツみたいなものをちょっと直接今回お聞きしたくて。難しいなぁ、なんかこれだみたいな。難しいなぁそれは。それは難しいわ、それは本当に難しい。まあ本当難しいからこそ、やっぱりボクシングさん本人からアドバイスを聞きたいなというふうに。それは難しいですね、はい、あ、そう、難しい、はい、それは難しい。なるほどなるほど、なんかその YouTube で成功する秘訣みたいなのとかも。いや、それも難しいなぁ、ね、あ、やばい、あ、これね、これ難しいね、これね、これ難しいですね。いもちゃ練習早い、早いですね、普通に編集が。あ、バレてるバレてる、屋根上を作られて、ここで下に落として罠で倒したいところだが、横からも撃たれて振り抜き、ノーダメで降りた、これは出たい、まだある、まだある、ここで、いや、ああ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 あ、うますぎ人間、うますぎ人間、ああ、うますぎ人間、うますぎ人間、助けて、止まらないで、やだやだやだ、スティック吹っ飛んだ今。ちょっとうまい、この二人普通にうまいですね。ジャンパとかあれば逃げれるけど、ほんとにうまい。もう一人の人いますか、トランプリンに行って。痛いの入れないか、痛いの、音割れボクシングさん、おぶねえ今、あぶねえ、あぶねえ、やばい、しつこいしつこい、トマトしつこい、あぶらあぶらあぶら、あぶらしゃわる、え、どこ、え、どこにいた今、え、うまい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 、読ませてくれない、あと4人なのに、ね、やだやだやだ、本当にこれは。資材もなくなってきてる、いやー、日本語は本当にきつい。嵐も来てる、すみません、うっさいな、本当にこれね、無理、1対1でも勝てないな、あの緑の人に。うますぎ人間だわ。やっぱあの配信やめてプライベートで1時間ぐらいゲームしますか。全然よければやらせていただけるのならば。うますぎ人間さんとやってるんですか。あ、ダルビッシュさん来てますよ。え、うますぎ、え、知って、え、そう、エコーマン、エコーマン、誰誰、声にエコーかけていただいてよろしくお願いします。ビリビリがあなたは。いや、僕は全然ないんですよね。
相方というか田中さん、はい、田中アマルさんが240もあるらしくたけしは今日いる？これもう一人がたけしなんですけど、あ、シャリたけし、あ、たけし死んだ。